天保8年9月29日、慶喜は江戸小石川水戸藩邸に生まれた。母は有栖川の宮織仁親王の王女、慶子の方、後の文明夫人であった。西園の誉れ高く、烈公斉昭の皇后は、水戸の重臣らはことに臨んで決を請うほどの叙情部であった。天保2年4月、関東に下るにあたり、幕府はこのことを奏請すると、寧光天皇は、水戸は先代以来政教よく行われ、よよ勤皇の心熱いと聞く。宮のためには極めて良縁であろう。と仰せられた。そしておいとま乞いの三代には、天皇上皇より年頃なるご勅語あり、数多く物賜った中に、南殿の桜と橘の実生も交わり、これは小石川後楽園に植え育てられたという。この父と母のもとに育てられた慶喜であり、しかも斉昭が最も見どころありとしたところを見ても、その気品が想像されよう。藤田東湖が瞳又左衛門に与えた書簡に、斉昭の子供に対する意見を記して、右につき、御意あらせられ候は、当時孔子のうち、生死のお次は五郎君、七郎君、八郎君、九郎君、十郎君と、御六方のうち、いずれも御用地に候えども、五郎七郎君は、もはや御読書等もいたされ候間、御気質もほぼお分かり遊ばされ候ところ、五郎君は道場風にてご美男、お品よく少しくお乳和に過ぎ、俗に申す養子向きと申す風ござ遊ばされ候。七郎君はあっぱれ名将にならせらるべく、去りながら悪しくおできなされ候らえば、御手にあまりなさるべく、いずれ御頼もしくおぼしめされ候よし。八郎君は七郎君に御により、九郎君は五郎君に御により、十郎君はいまだお分かりなされず候よし。よってお考え遊ばされ候に、七郎君はぜひ生死の御控えにしばらくのうち御残し遊ばされたく。よって五郎君なれば木へお出し遊ばされ、さあ候えば、生死のお次、七郎君と相なり、御順も御よろしとのおぼしめしにござ候。この方より御手をいだし、木より御はねられなされ候では、面白からず候間、何とぞ木より御もらいかかりなされ候よ遊ばされたく候。紀州家から水戸家へ養子もらい受けを申し込む形勢に対して、斉昭と東湖の主従の思惑を記したものである。慶喜と義篤だけが文明夫人の制服であり、しかもその性格が右のようだとすると、慶喜の特殊扱いされた事情もほぼ了察される。天保9年4月、2歳にして水戸城中に移され、長鶴に及んで日々講道館に通学し、文学は相沢恒蔵、青山良太郎の2人に、武術は福地正次郎に新発流の鉄砲を、佐野白左衛門に大和流の弓術を、西賀八次郎に水府流の剣術を、久喜直次郎に神道流の馬術を学んだ。このうちの久喜直次郎、青山良太郎は天狗党進歩派のそうそうたるもの。久喜から学んだ馬術は慶喜をして馬の名手たらしめた。青山は円羽の子として水戸学の儒者。中んずく相沢常蔵は神論の相沢として名声天下に高く、大国の当時はすでに78歳の老苦をもって
いささか老いたる感もあったが、慶喜の指導にあたった頃は50歳を超えて思慮分別あまりあり、烈公と父子ともに教えを受けた老樹であり、知林に響いておった。その神論の序には、慎みて案ずるに、信州は太陽のいずるところ、元気の始まるところにして、天津室によよ新曲を御し、衆古変わらず、まことに大地の元首にて万国の後期なり、まことに右大に昇臨し、効果の及ぶところ演じあることなかるべし。と、その深刻思想を説き、当世の事務としては、真これをもって公害批憤して自らやむことあたわず、あえて国家のよろしく頼むべきところのものを述ぶ。一に曰く国体、もって神聖中高をもって国を立つることを論じて、ついにその部を尊び、民命を重んずるの説に及ぶ。二に曰く形成、もって司会万国の体制を論ず。三に曰く旅情、もって重敵機油の常実を論ず。四に曰く主教、もって富国強兵の用務を論ず。五に曰く朝廷、もって家民世俗の遠途を論ず。この五論は皆その定まって、しかして後人に勝つを祈るゆえんなり、真の自ら誓って身をもって天地に準ずる者大略格のごとし。この父子二代の相沢思想は、東湖の日立帯、回転獅子、行動感術技の書とともに慶喜に与えたる影響は少なしとしない。彼の出所進退を左右したことは大なるものがあろう。相沢の上位論は、今大略人口を3000万と見て、1500万を婦女とし、1000万を心身老養死と雄打強弱の民となしても、戦士500万はあるべし。衆こぞってきたるとも100万にはすぐべからず、我が神武の精兵500万をもって彼が力を取り、彼が大官に化し、接戦にはもとより長ずるところの休戦闘争をもって羽毛の修理の弱兵を打たんには、大石をもって卵を押すよりも安かるべし。しかして後に王の死を起こし、まず漢を親族し、満州を威服し、インドの諸部落及びペルシャ、アラビア、トルコの輩、あるいは気候せしめ、あるいは中滅し、東はメリケン、南は南海の諸所及びオーストラリアを治め、勢いに乗じ、チョークして西欧を襲わば、英仏なり、学羅なり、手足を置くところなく、しかしてドイツ及びスエシア、イスパニア等の弱国、端子故障して王子を迎え、当面して制すれば誠意の至らんこと明らかなり。この対外思想は当時の上位志士の金貨玉状としたるものであり、この空想が日本を植民地化から救う若干の力を有したことは争われず、慶喜も動かされること大であったとすべきであろうが、慶喜の現実の動きにはむしろ文久2年の開国論の影響があったとすべきであろう。この上位思想の新論の著者は、井伊田宇礼、坂下門の今日あって、久光千平登場の時においては、逆に開国を説き、今時のごときは外国甚だ強大にして、万国ことごとく合唱して皆同盟となり、例えば春秋の時に政官新聞名手となり、諸侯を合わせて吉見を通じ、もし諸侯の中に改名に預からざる者あれば、諸侯兵を合わせてこれを打つ。これによって一日も孤立して国を保つことあたわず、今外国の勢いもまた核のごとし、
されば吉見を結ばざる時は外国をことごとく敵に引き受けて、その間に孤立はなりがたき勢いなれば、寛永の時とは形勢一変して、今時外国の通行はやむを得ざる勢いなるべし。民命は聖天子の最も重んじたまうところなり、しかるに必勝の生産もなく、一旦奮撃のゆえをもって民命を一幕に投じ、厳厳の途端を顧みざることは、真剣において忍ばせたまわざらんかと恐れ多くも複雑し立てまつるなり。されば正倉裁縫の徒、一個の思念に乗じ、信徒の身として、声明を要し、かつ強いて夫人の道に陥れ立てまつらんには、その人の心にも、おのずから萎縮すべきことならずや。天下の志士は、この相沢の変説にただ驚くばかりであったが、むしろ指揮権に一歩の長を見たと言えるかもしれず、慶喜の動きもこの迅速によったところが多いと思われる。止まれ、慶喜の思想は、水戸思想の成果によって鍛えられ、その眼前に見る斉昭の進歩政策と相伴って、その幼年時代を育んでいった。慶喜が後に改革思想に対して理解の深かったのは、それが時代と立場上やむを得ざるものであったとはいえ、父斉昭の天保の改革がその少年時代を通じて行われたことの影響であったことは否見えまい。その挙句の謹慎蟄居であったとしたら、慶喜も父の志を継ぐ意味で休んじて隠居謹慎を成し得たことであろう。斉昭の隠居謹慎は、進歩派の天狗党および烈公支持者によって幾度かその有名を嘆願したが、思わしい反響を得ず、運動する人々は次々と左遷され幽閉さるるに至った。高橋太一郎はこれを見て、尋常一様の手段をもっては理には尽くしがたしと思い、幕府の奥医師坂有玄、同現役不死元康宗円、奥右筆長野伊十郎と図って手を大奥に述べ、当時県政第一と聞こえた上郎年寄姉小路、将軍家慶公の長相にして家定の聖母跡部氏および押田氏、おそば御用取り次ぎ竹本門殿将、本郷丹後の神等によって将軍に進言せしめた。ため福山藩の受信石川和助によって首席老中安倍政宏に説かせ、土浦藩士大久保要によってその主土屋うねめの将を動かした。このうち大奥の活躍は最も功を奏し、姉小路のほか旧老女にして今も大奥に出入する老女らがもっぱら修繕して、ついに斉昭の謹慎有面を見るに至った。謹慎も大奥、有面も大奥、そして後の軽視問題も大奥関係であるとしたら、当時の政治の根幹は大奥を通じた将軍の意見によったもののいかに多かったかを知るに足るであろう。恐るべき大奥政治、政治はここまで来ると一家の指示にまで転落する。かくして斉昭に対する大奥の感情も融和し、安倍老中らの水服も加わった頃、一橋家相続問題が生じて水戸一家をさらに輝かしくさせた。一橋家七代の義俊は田安大納言家の御子として生まれ、天保九年義政の後を受けたが、弘化四年五月、25歳にして没し、尾張大納言成政の次子、政丸君が養子として入ったが、7月16日卒し、8月20日亡を発した。この複雑なる姻戚関係を見よ。そしてこの上層部の創生と生死すらなき不健康ぶりを見よ。
この間隙にお家騒動と慶氏の総統が行われるのである。8月1日、老中阿部正弘は水戸の助家老中山備後に内諭して将軍家慶の慶喜一橋入閣希望の旨を伝え、慶喜以外の子は欲しないことを明らかにした。三協へ入れることは三協の家柄から押して、後に将軍たらしめる意思が家慶にあったと伝えられる。そして9月1日正式拝命、10月1日一橋家の価格によって途上の儀があった。弘化4年10月1日の初途上をめぐる談話に、弘化4年9月1日一橋家ご相続の後、弘はなおしばらく小石川邸に仰せしが、10月1日初めて大城に上りて新徳公にまみえたまい、同じく5日再びご途上ありて大奥にてまた新徳公にまみえたまう。すべて殿中の座差身体は各席に応じてそれぞれ企画あり、すこぶる厳粛なるをもってあらかじめ修礼ということあり、されば表にてはおそば御用御取り次ぎ本郷丹後の神、大奥にては長老姉小路もっぱら歩道し立てまつり、書礼滞りなく済ませられたり、奥ご途上の時、今日こそは親しく接見したまうこととて、新徳公子供珍しくおぼしめし、ことさら優しくものせられ、水戸にては書物は何々を読まれしや、城下の風物はいかに、今年の作毛は豊かなりやなど、何くれとなく年頃なる仰せごとありしに、公は慎みていちいちに答え申したまい、やがて御前を退くと、そのまま一橋の屋敷へ移らせられしとぞ。かくて一橋10万石の主として、11月にはすでに文武修行の家庭を立てて栄意務めたが、いまだ幼少のことであり、父母の命にこれ従うて、一橋家ご相続の初めは、いまだ5、4年なれば、文武の修行、修身のことにつきても、烈公より種々お世話あり、たまたまよしなき振る舞いあれば、おそばにはべる人々、ご両親様より、かようかようと申し上げれば、直ちに改めさせたまい。ご成人の後も常にそのごとくにて、郷も威廃したまうことはましまさず、されば一橋家の人々、このありさまにては水戸家の風、自らこの方に移らんなど取り沙汰して、密かに暗示煩いたりけるに、公はそれと悟らせたまい、三家の風が三協に移りてはよろしからずと白示し、ご加勢を自ら聞きたまいてよりは、固く一橋家の隠れを守らせられ、諸役人の身分など、水戸家よりお頼みがましきことを申すことありとも、すべてお断りありき。かつ加勢は、将軍吉宗公をはじめて、田安一橋の領殿を建てられし神領に基づき、代々の規定を重んじ、一橋家第二代、春積卿の時に改革ありける条目をもって、おきてとせられ、およそ幕府より仰せいだされる趣は厳重に順法したまう。ことに武備心がけの幕命ありし時は、公にも同じ趣を家臣に触れ示され、五か年間の倹約を礼せらる。まず身辺の不自由を忍ばせられ、下々の者へは難儀にならざるほどに倹約して武備を納めしめらる。その後異戦たびたび渡来するに及び、家臣一同へあまたの拝借金を許されて武備を整えしめ、ついでこれを下したまわりしかば一同の寛悦限りなかりき。また政治は過剰を上達せしむるこそ寛容なれとて、書きつけもて下々へ政治不行き届きのことありて
諸子末々まで難儀することあらば、たとえ紀伊に振るとも苦しからざれば、遠慮なく申し出ずべし。品によりては賞与もあるべしと達せられ、なお目安箱をも備え起きて、まことに言路の同会を図らせたまえり。この一橋家の美音的応用さが、慶喜の後の生涯に大きな影響を与えたであろう。水戸では雷鳴の中に立たせたり、球を据えて罰したりする玄関の教育であったものが、ここでは万事春風の世界である。二つの家に生きた慶喜が、後に朝幕の間に立っていずれをも立たせようとした苦心と手腕は、すでに水戸と一橋の二家の生活の調和によって錬成されていたのかもしれない。しかし目安箱を置いて過剰を聞こうとするところに、水戸出身の慶喜が見え、その水戸の要求を跳ねつけてまで一橋の家風を維持しようとする強情さにも水戸風がほの見える。しかし慶喜の文化面は主として一橋家以後のことであり、時代の影響もあって慶喜には水戸になかったものを身につけることによって幕府の修正派的立場に立ち得たものとみられる。